こんにちは、宮原裕二です。今ガンバ大阪でトップのコーチをやってます。とプラスあの福岡で、サッカースクールも、開校しています。で、まあ、僕だけだとちょっとぐたぐたなるんで、名アシスタントコーチで、名アシスタントを呼んでます。みきちゃんお願いします。はい、森田みきです。こんにちは、今九州でピッチレポーターをしています、スカパーだったりとかダゾーンだったりとか、かれこれ20年ぐらいさせていただいております。今日は楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。なんでこういうことを始めたかというと、まあ、今こういう状況で、J リーグが再開できない、で世の中が今いろんな人が苦しんでいる中、ちょっとでもスポーツで、まあ、サッカーで笑顔にできたらなと思って、いろんな人からアドバイスもらって、そういうのを実現しました。でも思いっきり今日名前出てるけど、まあまあ愉快な3人なので楽しみにしてます。じゃあお三方名前出てますけどお願いします。入ってきて。はい。中地です。こんにちは。お久しぶりです。中地です。なんか言うの、はい、全然2人出てこないんだよ。なんで？いや今。お久しぶりです。うわ、中町です。こんにちは。こんにちは。ノリ。じゃあ、自己紹介からいこうか。じゃあ、ほっぺにダニ噛まれた人から。お願いします。ゆうりさん、どっちですか、それ。ほっぺにダニ噛まれた。どっち？一人しかおらん。いやいや、いろいろ触れなきゃいけないところがあるけど、まず、実況みたいだよね。あ、俺もある、中地。ん？実況さん。いや、見づらい、ね。早く自己紹介しますけど。自己紹介お願いします。はい、中島貴則です。ゆうじくんとみきさんとは、アビスパの時に、大変お世話になり、8、9、10がアビスパで、辰徳は3年、ゆうじくん2年かな。で、町は最後の1年一緒にやって、まあ、みきさんは常に3年間大変お世話になり、はい、今日はこの場に呼んでいただき。長いっす。長いっす。で、中じゃ今何やってんの？はい、何やってんの？今引退して、サッカー用品をメインに作ってて、まあそんな、まだ立ち上げたばっかりでアイテムは少ないんですけど、靴下だったり、スネ当てだったりと。え、その商品今持ってきてないの？あー、ないんかい。ありました。あったじゃん。あります、はい。こういう滑り止めがついて、5本指で、はい、こういうのを、サッカー選手または、これからプロを目指す子たちや、たくさんのサッカーを愛する子たち、人々のために、作っております。どうですか、前のめりになってこんでいた。あ、そうですか。ていうかサッカー選手だけじゃないでしょ、空いてるの。ラグビー選手も空いてるじゃん。あ、そうそうそう、ありがとう。お前っす。ラグビー選手だったり、はい、ゴルフやってる方だったり、はい、たくさんのスポーツの方に愛用していただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとう。じゃあ、ノリ。はーい、自己紹介。自己紹介。自己紹介。今はもう引退して、ユージと同じスクールで、福岡を中心に、今北九州福岡をでスクールをやってます。まあ中地、町、ユージ、ミキさんとはもうね、おなじみの福岡の仲間なので。まあ、楽しく喋りたいなと思います。ちなみに何食ってんの、中地は。オムライスです。このタイミング。すいません、このタイミングのオムライス。バレました。ちょっと待って、何飯。ちなみに誰にもバレないように食ってたつもりなんですけど。それ何飯なの。え、これですか。うん、今何時今。4時とかだよね。5時。5時か。何飯とか夕飯。完食でしょ、これ。前菜です、前菜。前菜、そんなコースじゃない。マチ君の紹介して。俺の紹介。お願いします。中町康介です。アビスパには2年間しかいない弱い者なんですけど、今日はよろしくお願いします。今はどこでどちらで。
何を、昨年からアフリカ の、 ザンビア共和国っていう地国に移籍したんですけれども、まあ、ちょっといろいろあって今契約問題でごちゃごちゃしてて、まあ、コロナの問題もあって今日本に帰ってきてます。うーん、今日本やよね。今日本ですね。その顔はどうしたんですか。結構だね。結構やっ、それもアフリカでやったからそんな感じになってるんでしょ。絶対そうでしょ。なんか日本の医者的には15針ぐらい縫わなくちゃいけないとこ5針でいってるから。ああ、だから残るんだろうね、うん、細かくやったら多分残んなかったな。え、試合中に。試合中ですね。相手のかかと思いっきりなんか振り落とされて。虎の散歩中じゃない。虎ではない。あ、違うんだ。チーター、それで言うならチーターだから。チー散歩の途中じゃないの。チー散歩の時じゃなくて普通に今後陣で。いいよね、あれでもチーター散歩台切るの。いや、ライオンもできますよ。切るのって言ってるけどね、もう切るのって。え？え？聞こえてる？聞こえてない。あ、聞こえてない。むず。いや、そのなんか分けたんですけど、パイロットが悪いんじゃない？パイロットが。いらないからね、その。なんで？拾えてないよ、声。嘘だ。顔でかいんだけどな、おかしいな。マイクに近い。わらわたしにかかってるでしょ、中地。いや、そんなことないですよ。ユージさん、これメンバーダメなんじゃないですか、この3人合わせてたら。いやいや、この、違う違う、この3人しか中地をコントロールできなかった。そんなことないですよ。あとはもはやもう中地が喋らないかどっちかに。そうそう、もう十分役割果たして。もう、まあ、もうこのメンバー以外ないやろ。そうっすかね、うん、中地が中地で入れれる。大概この3人なんだけど。なんか去年、ね、トークショーもやったやろ。アビスパ、ね、やったっす。え、その時ももうこんな感じだったの。いや、もうその時はもう町がずっとマイク握って一人でずっと喋って、うん、で中町のバーターみたいなので、うん、そうそう。二匹のハエがうじゃうじゃしてた中町の周りを。だってもともとあれ中地とノリが呼ばれてたんでしょ。そうそうそう。あら俺が一人から。で、たまたま町と電話で、電話だったっけ、あの時日本、うん、うん、日本喋って、いや出たいんだけどみたいな。自分から。そうそうそう。で、その時ちょうどアキラさんと喋ってて。伊藤アキラさん。そうそうそう。で、マチがなんか電話変わりたいって言うから、変わって、いや、今中地さんから聞いてって、俺久々に中地さんって言われたからね。ここいらないし、別に。いやいや、結構嬉しかった。でも最後電話切る時、いや、G マガって言ってたからね、最後。もうわけわかんないからね。あっぱれです。あっぱれです。はい、うん。